写真拡大。プロ野球界は新型コロナウイルス感染拡大防止へ無観客の中でオープン戦が行われている。防止対策として報道陣もマスク着用は当たり前で、狭い広いグラウンドで距離を置き、首脳陣や選手を取材する日々が続いている。開幕延期も決まり、選手もまだ球春到来という思いにならないかもしれないが、来たる日へと前向きに調整を続けるしかないのだ。巨人は遠征先での外出は禁止が通達された。ストレスが溜まりそうなものだが、そんな選手たちを元気づけようと鼓舞した原監督の思いが垣間見えた気遣いがあった。3月は日本ハム、ソフトバンクとのオープン戦が組まれ、セ・リーグの球団ではめったに行けない札幌、福岡での試合が組まれていた。球場と宿舎の往復のみで、せめて食事は喜んでもらえるようにと球団フロントと原監督の進言もあり、当地での名物が宿舎の食事に並んだという。選手も食べることは仕事の一つだからね、美味しいものでも食べないと選手もストレスが溜まっちゃうよ。札幌では海産物やカニ、福岡では豚骨ラーメンやもつ鍋が振る舞われ、選手にも大好評だった。新型コロナウイルス関連の後ろ向きな話題が多く、株価も大きく下がっている。世界の経済もだいぶね。何かいいニュースを届けたいねと強い思いを持ち続けている原監督。4月10日以降に伸びた開幕へ向けて、しっかりファンの方と共に迎えられるように最善を尽くすということ。しっかり合わせていくということですと間髪入れずに言った。無観客での調整、ファンに喜んでもらえる試合をするためにブレずにチーム作りを進めていく。デイリースポーツ水足上部。